のつみちつらから1908年10月18日は、日本の武士、陸軍軍人、貴族院議員。東部都督、教育総監、第四軍司令官を歴任した。通称は7時、意味川みちつら。最終階級は、元水陸軍大将制2位大国以降一級公爵。兄に、陸軍中将、のつしずおがいる。鹿児島城下高来町の下級藩士、のつちん。 慶の次男として生まれる。幼くして、両親を亡くした。薬丸家ねよしに、薬丸寺権立を学ぶ。母親戦争に六番小隊長として参加。その活躍が目覚ましく、とは、伏見の戦いから合図戦争、二本松の戦い、ついで、函館戦争に参戦。明治四年三月、藩兵三番大体助教頭として上京し、御新兵となる。同年七月、 陸軍少佐に任じられ2番大隊付となる。明治5年8月、陸軍中佐に昇進し、この絵曲文化に勤務。陸軍省第2局副長を経て、1874年1月、陸軍大佐に進級し、この絵参謀長心得に就任。1876年7月から10月まで、フィラデルフィア万国博覧会に出張。1877年2月、 西南戦争に政府軍第二旅団参謀長として出征。同年5月から8月まで文部国指機関を務めた。その後、日本陸軍上層部の一人となる。1878年11月、陸軍省省に昇進し陸軍省第二局長に就任。その後、東京賃大司令長官、同賃大司令官を歴任。 1884年2月から翌年1月まで陸軍協大戦岩の欧州出張に随行。同年7月、死者を除赦し家族となる。1885年2月から4月まで深刻に出張。同年5月、陸軍中将に進み、広島賃貸司令官に就任。1888年5月、第五師団長に親保され。 1894年8月、日清戦争に出征。さらに、第1軍司令官に転じた。1895年3月、陸軍大将となり、同年8月、白尺を除尺。11月、この江師団長に親保され、東京防御総督、東部都督、教育総監、軍事参議官を歴任。1904年6月、第四軍司令官に就任し、 日露戦争に参戦。1906年1月、元水の称号をいただくまでに至る。1907年9月、降爵に昇尺。同月より、翌年10月まで、貴族院議員を務めた。1908年10月6日、大勲域課大受賞を受ける。同年10月18日、遊門閉塞により皇居。兄静夫と同じ青山霊園の墓所に葬られた。 ありがとうございます。